階段アミーゴ。ちょっといいんですかね、はい。まあ、僕のこの体験はですね、僕は中学校3年生の頃に、体験したお話なんですけど、まあ、その当時ですね、僕の友達が、まあ、学校の隣の団地に住んでたんですね。で、その団地が、まあ、10階建ての、大きめの団地だったんですよ。まあ、新築で新しくて、綺麗な団地だったんで、友達と大体も遊ぼうってなると、まあ、団地待ち合わせとかで遊んだりとか、公園、近くの公園行ったり、僕の家で遊んだりとかっていうのをよくやってたんですけど、その日も、友達が、まあ、後から遊ぼうぜ。まあ、団地、俺の家なって言われたんですよ。で、もう分かったって言って、僕はちょっと残ってた荷物とかを取って、団地に向かったんですね。で、いつも団地の下に自販機があるんで、そこでジュースを買うんです。で、友達の分も買って、まあ、団地が V 字型になってて、真ん中にエレベーターがついてるんですよ。そのエレベーターに乗って、まあ、10階まで上がっていったんです。ジュース持って。で、バーッと上まで上がって、10階について僕気づいたんですけど、僕、友達の家、どれかわかんないんですよね。パッと出たら、V 字になってる、この、こっちとこっち、どっちにも10軒ずつぐらい家があるんですよ。あれこれどれだろうと思って、とりあえずそいつ、まあ、呼びながらこの家の前歩いてたら出てきてくれるかなと思って、まあ、そいつたけしっていうね、たけしたけしって言いながらこう廊下を歩いてたんですよ。右側からずーっと奥までたけしたけしって言いながらバーっと歩いてって、で一番端っこの方まで来たら階段があるんですけど、そこの階段からなんかわーわーみたいな声を上げながら、小さい男の子がタク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 って出てきたんです。で、おーってぶつかりそうになっちゃって、で、あ、ごめんごめんごめんってこう避けたんですけど、その子がバッて振り向いて僕とバッチリ目合った瞬間に、その男の子の後ろにあるドアの縁とかキックボードとか、その団地の家の前に置かれてるようなものが全部透けて見えたんですよ。その瞬間に、あ、この子死んでる子だなっていうのに気づいたんですね。で、僕はもともとその沖縄のその霊媒師のユタの孫で、僕ももうずっとお化けが見えてるので、おばあちゃんからずっとその幽霊と目合っても喋っちゃダメだよとか、目合わさないようにしなさいって言われて育ってたんで、その子とバッチリ目合っちゃった後なんですけど、パッと目そらして見えてなかったよっていうふりをしたんです。もうそこからも演技でどうにか乗り切ろうと思って、まあ、家の前を一個ずつ周りながら、たけし、たけしいないば、いないば、たけし、たけしって言ってるんですけど、その子が僕の足元をずっとこう、僕の顔を見上げながら横についてくるんですよ。で、ついてきながら僕の顔を見て、にーにー、にーにー、ねえ、にーにーって声かけてくるんですね。あ、もう無視しなきゃなと思って、たけし、たけしって言って、あ、もしかして公園に行ったのかなと思って、そのドアの向こう側にある手すりの方からパッて覗いたんですよ、下を。そしたら公園があるんですけど、小さいこのベンチの横の方に友達が座って携帯いじってるのが見えるんですよ。あ、あそこにいるじゃんと思って、上から、たけしって呼んでも、10階にいるんで聞こえないんですよね。あっちもずっと携帯こうやっていじってて、あ、じゃあ下降りればいいんだなと思って、エレベーターの方に向かってタッタッタッと歩いてると、ずっと足の周りを走りながら、にーにー、にーにー、にーにー、こっち見て、にーにーってずっと言ってるんですよ。ああ、やばいな、やばいなと思って、エレベーターの方まで着いて、とりあえずドア開けて、エレベーターの中に乗ったら、エレベーターの中には乗ってこないんです。なんか外に立ってるんですよ。で、立ってるから、あ、よかった、ついてこなくて、と思って、そしたらそのエレベーターの外で、にーにー、にーにーって言ってるんですけど、あ、もうちょっと心痛いなと思いながら、閉まるボタンを押して、一回ってやって、カチンって閉まった瞬間に、縦長の窓がエレベーターのドアについてて、その右側に男の子が見えてたんですけど、ずっと声も聞こえなくなっても、にー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 って言ってたのに、僕が下に降りると同時ぐらいに、その子が急にパッて顔が変わって、階段に向かってバッと走り出したんですよ。えって思って、これ、1階に来るぞと思って、やばいと思って僕、なんか知らないけど、1階のボタンを連打したんですよね。早くつけ、早くつけと思って。で、バーって押してて、で、1階に着いたんですよ。で、チーンって開いて、バーって顔だけ出して覗いたら、誰もいないんですよ。あ、よかったと思って、来てないわと思って、公園に行って、その、待たせてた友達のとこ行って、お前部屋いるって言っただろって言ったら、あ、ごめん、なんかお前に部屋教えてないのに来れないと思って公園で待ってた。あー、つって。まあまあまあいいや、つって、そこからまあ2、3時間ね、もうたわいもない話をしながら、ジュース1本飲み切るまでおしゃべりして、じゃあまた明日なーって言って帰ったんですよ。
で、まあ、普段からもうあの見えるようにしてたら僕もちょっと友達変なやつだと思われるんで、基本的には普段お化け見えないようにオフにしてるんですね。見ないようにするためにしてるんですけど、その時はたまたままあ中学生だし、いっぱいその前の日寝てたし、給食の後だし、テンションも高かったから見えちゃってたのかな、気をつけようと思ってオフにした状態で家まで帰って、玄関に行ったら、まあその僕のおばあちゃん、霊媒師のユタのおばあちゃんが玄関の前に仁王立ちで立ってて、お前ここの玄関から入るなよって言うんですよ。なんでよって言ったら、あんたあの神様の部屋から回っておいでって言われて、反対側に裏口みたいなのがあるんでそこに回されて、何って言ったら、お前どこ行ってきたって言われて、えどこも行ってんの、友達のお家行ってきたんだよって、はっせ、お前やそこで幽霊と目合わせて喋らんかったかって言われて、喋ってないよって言うか、嘘つくなや、喋ってるだろうって言う。あ、でも男の子は見たけど、その後俺見えてないふりして帰ってきたから大丈夫よとか、何が大丈夫、お前の足見て見ついてるだろうって言われてここにいたんですよ。あーついてきちゃってると思ったら、ばあちゃんがその子にいろいろこう説明して、この子には何もできないから離れてあげてちょうだい、あんたはなんでここにいるのとかっていういろいろ話をしてたら、まあ、ご両親がその子が亡くなった後に引っ越されて、その子だけ置いてってしまったっていう、まあそういう悲しいお話だったんですよ。なので急にね、僕がパッと見てしまって、そこで目を合わせてしまった。もうどっかのタイミングで、そのお化けがついてきしまったんだけど、まあ、ちょっと悲しいお話です。ありがとうございました。はい。すごい。そうですね。あかねさんいかがでした？なんか、思いはそこに残ってきちゃうのか、っていう。アミさんいかがでした？ヤスさんが左足のところにいたんですよっていうその2分前に、何、イラストレーターフラマンさんが左足を特に気をつけてくださいってツイートしてくれてるんですよ。誰がですか？視聴者のフラマンさんという方が、ヤスさんがその左足にいたんですよっていう2分前に左足を特に気をつけてくださいってツイートしてくれてるんで、何かだけ言って。一応膝も悪いし左足は。そっちの、赤井さんどうでした実際？いや、ちょっとやっぱり見えるって怖いなっていう、でも、見えるからこその解決方法というか、でちょっと切ないお話も、今永遠を誓おう、もう君が